本気、元気、笑顔、ポジティブ、気合い、女、デディちゃんへようこそ。はい、ということで今日は時々ね、質問に来てた上智大学の留学および留学生事情についてお伝えしたいと思います。はい、じゃあまずは留学生事情からいこうかな。ちょっと年に何人とかはいまいちわからないんですけど、結構留学生の割合自体は多いんじゃないかなって思ってます。まあ、結構ね、その学校歩いてるといろんな留学生を目にする機会が多いので、それなりにいるとは思うんですけど、ただ関わる機会はあんまりない。やっぱり留学生は留学生用の例えば日本語の授業とか受けちゃってたり、例えば同じ授業にいたとしても1人2人こうパン教に一緒に受けてるみたいな感じなんで、正直あんまり友達を作る機会って自分から行かないとないです。だからそれこそ上智って確か3つぐらい大きな国際交流サークルみたいなのあるんですよ。だからそういうサークルに入ればもちろん作れると思うんですけど、なんかそういうサークルに入ってもそういう活動に積極的にならないと作れない。そう、私もね、実は1年生の初めの頃1個入ってたんですよ。お昼ご飯を一緒に食べようみたいな会があったんですけど、日本人に対して留学生の割合がすごい低いので、本当に自分からガンガン行かないと食べれないし、しかも先にほらもう友達作ってる人とかがいるとその人たちで食べちゃうんで、全然私意味がなくて結局もう秒で辞めました。まあ上智に入ったから必然的に留学生の友達ができるっていう風には思わない方がいいかもしれないです。はい、で次、留学についてです。上智ってすごい海外に協定校が確か多いんですよね。でれん、留学ハンドブックです。これにいろんな留学情報が載ってます。協定校の数は300校ぐらいかな、だいたいありそうです。でヨーロッパで120、北米で80、アジアで46で、その他の地域にもちょっとずつある感じですね。結構あります。で、その各学校につき、その留学できる年次、だから何年生で留学していいよっていう基準も定まってて、あとその学校ごとに受け入れ人数も決まってる感じです。しかもその受け入れ人数って結構年度によって変わるので、来年がどうなるかは正直分かんないです。まあ協定校が増えたり減ったりってことももちろんあるのでね。一応その協定校に関しては交換留学になるんですけど、交換留学には GPA 成績が必要になるので、一般留学自分で行ったり、私費留学とかね、休学して留学行ったりとかしてる方も結構いらっしゃいます。留学期間は最近クォーター制になったので、まあ、4学期みたいなものですね。なので、まあ、1学期から1年まで自分で好きな期間が選べるので、例えば留学したいけど4年で卒業したいとかいう人は3ヶ月だけ行って帰ってくるとかいう人もいます。なので結構そこは何ですか、融通効くかなって思います。まあ、交換留学に対しては行きたいって思う人に対して募集してる学校の数がすごい広いんですよ。確かね、第10希望だっけ、第8希望だっけ、結構希望が出せるんですね。なのでその第1希望に行けなくても、その GPA をクリアしてれば 2.8、 GPA2.8 なんですけど、その基準をクリアしてればどっかしらには行けるんじゃないかなって思ってます。まあね、やっぱり人気なね学校になるとやっぱりそれなりに点が多くなっちゃうんで、結構ね落とされちゃうんですけど、まあ、多分第8希望まで出せばいけないことはそうそうないと私は思います。その1年で行く留学の他に、結構夏休みとか春休みとかに1ヶ月ぐらいの留学プログラムとかも結構あって、例えば韓国に行ったりスペインに行ったり、そういう1ヶ月間のプログラムとかもあったので、本格的な留学に行かなくてもその夏期講習的なので行く人も私の周りは結構多かったです。まあそれなりに費用はかかっちゃうんですけど、なんか時々ね、その海外の長期インターンみたいのを募集してる場合もあるので、ワールドワイドにもっとグローバルにいろんなことを、ね、学びたいとかいろんなところ行ってみたいみたいな人には結構向いてる大学なんじゃないかなって思います。はい、ということでこんな感じですね。まあ、すっごいざっくり言ったので全部が全部掴みきれてない方もいらっしゃると思うんですけど、海外との交流は多いけど、まあ、自分から行かないと、まあ、そういう機会が自動的に降ってくるわけじゃないって感じですね。はい、ということで今日はここまでです。チャンネル登録、コメント及び高評価、またツイッター及びサブアカウントのフォローもお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。